宮田和幸は、日本の男性レスリング選手、総合格闘家、茨城県水戸市出身、土浦日本大学高等学校、日本大学分離学部卒業、ブレーブ主催。バックボーンのレスリングを生かした、テイクダウンが得意で、強靭なフィジカルを誇った。10歳からレスリングを始め、シドニーオリンピックフリースタイル 63kg 級、日本代表。 全日本レスリング選手権大会フリースタイルで優勝3回という実績を持つ。2004年11月20日、総合格闘技デビュー戦となった、ランブル・オン・ザ・ロック6で、ホイラー・グレーシーと対戦し、三角締めで一本負け。2005年2月23日、K1 ワールドマックスにて、K1 ルールで、武田構造に 3R0 分39秒、小負け。 本来出場する予定であった山本キッド、ノリフミの怪我での欠場による代打出場として大会前日のオファーを引き受けた。2005年3月26日、ヒーローズでイアン・シャファーと対戦し、判定負け。2005年7月6日、ヒーローズミドル級トーナメント開幕戦で、シャミール・ガイガル・ベコフと対戦。タックルからテイクダウンし、チョークスリーパーでタップを奪い、 プロ初勝利。2005年9月7日、ヒーローズミドル級トーナメント準決勝で、須藤元気と対戦し、腕肘に十字固めで一本負け。2006年3月15日、ヒーローズでエリカスペトライティスと対戦し、腕肘に十字固めで一本勝ち。2006年5月3日、ヒーローズのメインイベントにて、山本キッドのりふみと対戦。試合開始直後に、 山本が放った左飛び膝蹴りを顔面にまともに受け、4秒で、小巻きを喫した。この膝蹴りで、宮田は下顎骨を骨折、折れた顎を、ワイヤーで固定する手術を受け、長期離脱を余儀なくされた。2006年10月9日、ヒーローズミドル級トーナメントのリザーブファイトで、イアン・シャファーとリベンジ戦。パウンドのレンダーでシャファーの左目尻から、流血、ドクターストップで TK を勝ち。 2007年1月27日、天皇杯全日本レスリング選手権大会、フリースタイル 74kg 級に出場。初戦となった2回戦を勝ち抜くも、3回戦で敗れ、ベスト8となった。この結果、6月開催の明治入業杯、全日本選抜選手権への出場権を獲得したが、出場を辞退した。2007年3月12日、ヒーローズで、 ブラックマンバと対戦。今までにない、流れるような関節技の連携を見せ、1R に変形チョークスリーパーで一本勝ち。2007年7月16日、ヒーローズ2007ミドル級トーナメント開幕戦で、美ト・シャオリン・ヒベーロと対戦。1R は、打撃では手数で、宮田、有効打で、シャオリンという立ち上がりだったが、2R 序盤に、 シャオリンにテイクダウンを許すと肩固めを極められ一本、負け。2007年9月17日、ヒーローズ2007ミドル級トーナメントのリザーブファイトで、ハービー・ハラと対戦。タックルで、テイクダウンを奪うと腕でしぎ十字固めで一本勝ち。2007年12月31日、K1 プレミアム2007ダイナマイトで弱きムファンセンと対戦。チョークスリーパーで一本負け。 2008年3月15日、ドリーム1のライト級グランプリ1回戦で、ルイス・ブスカペと対戦、チョークスリーパーで一本負け。2009年1月、東京都足立区戦住に、自らのジム、ブレイブをオープン。1月26日にオープニングセレモニーを開催し、その場で、谷川貞春に同年開催予定の、ドリームフェザー級トーナメントへの出場を志願した。 2009年4月16日、ディープ初出場となったディープ41で、ソジェヒョンと対戦し、フロントチョークで一本勝ちを収めた。2009年5月24日、ZST 初参戦となった ZST20 で、タッグマッチに出場。長田勝彦とオリンピックタッグを組み、山田哲也奥で正幸と対戦するも、0から0のドローとなった。 2009年10月6日、ドリーム11のフェザー級グランプリリザーブマッチで DJ 大輝と対戦し、判定勝ちを収めた。2010年5月29日、刑事開催となったドリーム14で大塚隆と対戦し、2から1の判定勝ち2010年7月5日、5年4。 カ月ぶりの K1 参戦となった K1 ワールドマックス二千十マイナス六十三キログラムジャパントーナメントファイナルの第一リサーブファイトで渡辺和久と対戦。先に二度のダウンを奪うも一度のダウンで追い上げられ、ジャッジ三者とも二十七から二十六の判定勝ち。二千十年九月一日、埼玉県三里市にリング、オクタゴンを完備したメガジム、ブレイブ、三里支部を オープンした。2010年9月25日、ドリーム16でリオン部と対戦。1R にはジャーマンスープレックスに連発を繰り出し、3から0の判定勝ち。2010年10月、夢、半島千葉国体レスリング、フリースタイル 66kg 級で3年8、ヶ月ぶりにレスリングに復帰。1回戦を勝ち抜くも2回戦で敗退した。 2010年12月31日、ダイナマイト、勇気の力2010で、宇野・カオルと対戦。宇野・ジャーマンスープレックスで、計算度投げ、3から0の判定勝ち。総合格闘技6連勝となった。2011年7月16日、ドリームジャパン GP ファイナルのフェザー級タイトルマッチで、高谷博之と対戦し、1から2の判定負けで、王座獲得に失敗した。 2018年12月31日、大臣14で山本アーセンと引退試合で対戦し、ガードポジションからのアームロックで一本勝ちを収めた。ありがとうございます。